給与面とかってどんな感じですか？そうですね、うちの場合だと、はい、基本未経験の方でも大丈夫なんですけども、はい、まずあの正式に正社員雇用した場合は、はい、組織30万円からのスタートになります。それとかそうですね、まずは30万円からのスタートで。マジですか？はい。はいはい、ハマちゃん、お前が狙ってる女はぶっちゃけそこそこブスやで。そんなことない、絶対可愛いと思いますからね。いやいや、そういうことよくあるじゃないですか。ということでよろしくお願いします。今日なんですけど、あれちょっと何ですか、髪型めっちゃ変じゃないですか？やべ、めっちゃめっちゃペタってなってる。さっきまで帽子かぶっとったからな、ペタってなってるか。今日なんか前髪短くなってません？なんか前髪短くなってるけど、うっせぇな、映える。俺ちょっとここ切ってん、自分で今。自分で切ってん、ここ。なんで切ったんすか？元、やっぱ美容室の子供の血が騒いだ。俺、元美容室やから、家が美容室やから、はいはい、その血がやっぱ騒いだから。何、うん、2週間に1回自分で染め直してるし。あ、美容室じゃね、1ヶ月に1回か2ヶ月に1回しか行かないんですけど、今年もどこどこに来ました、あ、今月もどこどこに来ました、切ってますみたいな、あれ嫌い、大嫌い、ああいう、ああいうインスタのしてるやつ。毎月美容室誰でも行くやろと思って。いいでしょ、いいでしょ。お前だけ特別に美容室に行けてるわけじゃないぞと思って。言いたい。その報告いらんと。ブログでやれと。僕は言いたいんでね。自分で切るよりマシでしょ。絶対自分で切るよりいいですから。詐欺さんに。ということでやっていきたいんですけど、はい、今日なんですけど、ちょっと真面目な話で、タイトルにもありますが、YouTube ね、もう明日は何があるかわからないということで、YouTube 悪い運の話じゃなくてね、はいはい、その、お仕事一本っていうのはどうなのっていうのと、安定してないじゃないですか。よくも悪くも、一昔前の芸人さんじゃないですけど、あ、はい、じゃあ、奥さんとかね、子供さん、じゃあ、皆さん見てるお父さんね、娘さんの旦那さんが、はい、YouTuber ですって聞いたら心配じゃないですか。まあ、YouTube は心配です。めっちゃ有名でいいんですよ。あ、それでもこんなことになるんですから。だから、今日はですね、はい、ちょっと、ね、YouTube 見てる皆さんもそうなんですけど、はい、YouTuber になりたい。それ結構ですよ。好きにやってください。はい、俺のこと、俺にもし子供おったら絶対やらせへんけどね。好きにやらせてください。いいんですけど、はい、ちょっとね、YouTube で影響力ある、逆に社会一般にはこんな仕事があるんだぞっていう社会勉強、僕も含めてですけど、ね、もうね、YouTube で食っていけないんですよ、僕はね。だからもう、就職しようかなと思って。これね、今から、ちょっと面接に行ってね、面接して今から、まあいろんなことやるんですけど、はい、ちょっと今日は、はい、そういう案件。いや、おふざけなしね、ほんまにね、ちょっとね、逆に発信力あんねんから、別にね、YouTube って素晴らしいで分かるんですよ。素晴らしいバイダー使っていろんな素晴らしいものをローランドが言ってたよ。素晴らしい、何だっけ、素晴らしいものは、ちょっと忘れた、何言ってる、忘れた、あいつ絶対分からへんかったから。なんかシェアしたら続くって言ってた。幸せはシェアしたら続ける。ああ、そう、だからいろんなもの、いいもの、全部いいものばっかり、そうということで、ね、このバイトを使ってね、ちょっと僕違う仕事をね紹介して、自分も一緒にその仕事をやっていこうかなと思って。明日は我が身ですからね。僕が何かあったらもうやっぱり一番最初に首、お二人が切られちゃいますから。いや、そういうことですよ。もう今一人切られていないんですからね、実際に。いないじゃないですか、この科学に。どこにいるんですか、探してください。どこにいますか、ジャン君。いないですよ。っていうことですから、今仕事してますからね。今日はマジで、はい、ごめんなさい、企業提供タイプと言いますけど、はい、じゃなくてね、50社ぐらいね、はい、連絡を取って、こういうね、こういう案件どうですかみたいな、はい、で、1社だけ引っかかったんですよ。これね、何がやりたいかっていうと、僕ね、何でそのことやったかというと、はい、実際に、ね、就職もね、自分から電話するでしょ。バン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 電話したりね、面接、履歴書送ったり、まあ、いろいろあるでしょ。もうスカウトもあるんでしょうけど、50社受けて1社しか受かりませんでした、面接っていう皆さんいませんか、結構いるんじゃないですか。それと同じところから僕味わいたかったんですよ。だから僕、案件の電話しようやってるんですよ、これ。もしもし、社長様ですか、お電話出ていただいて、ありがとうございます、すいませんみたいなこと言いながら、そっからやってますから。そんだけやって50の分の1。そうそう、めっちゃ悪質な空気清浄機売る営業マンの時みたいな感じの、もしもし、社長様でございますか、お電話出ていただいてありがとうございます、みたいな。これだけ出てますね。これめっちゃあるよ、めっちゃあるよ。ああ、そっからね、そっからやって、一緒、はい、それ面白いですね、やりましょうって言っていただいて、で、じゃあ、いろいろガチな、ちょっと見たい。で、その間に猫ありゃん聞きたいと。いいとこ悪いとこ。給料面どうなの、働くもどうなの、給料、お休みどうなのとか、それで、現場に行かせてくれって話をして、それはちょっとね、分からんって言われてるけど、それでね、ちょっと今日就職体験したくて、ほんまによかったら、考えれるじゃないですか。ぶっちゃけそれを言うたら、その企業さん、ほんまに探してる人いるかもしれないですからね。いや、そうなんですよ、そうなんですよ。で、今日はね、ちょっとそういう社会勉強みたいな枠、はい、まあ、いろいろやってるじゃないですか。で、この中でね、いわゆるエロとね、激しいコンテンツっていうのは、僕はもう取り上げられたわけですから、これ、ね、公演の後で言うたらね、羽両方とももぎ取られたんで一緒ですからね、もうずっとこれしかできないですよ。これができないですよ、僕は、鳩ですけど、これができないんで、ね。
って一緒ですから、新しい羽つけなあかんと、ね、基礎つけようということで、なるほど、あの僕はもうその社会勉強と、あとこの間ベガス行って配信やってるかやってんか分からんけど、うん、そういうなんか観光とかそういうのもやっていこうかなと思って、あーそっち違う羽生やしましたから、そうです、それでちょっとやってきたいこれだとダメですから、このままこれパタパタないとですから、それだとダメですね、そうです、そうです、ということで、あの今回ガチで社会勉強枠なんで、はい、まあ提供とは言いながらね、あのちょっと見てもらえれば今日ためになると思うんで、楽しみですね、うん、だからね、大変なんよ、どうやっても僕伝えたいんですよ、で YouTube は楽なんですよ、 YouTube 楽なんですけど、そこに逃げないでっていうか、あのね、これ自衛隊でもそうなんですよね、これほんまこれほんま覚えてるんで、 YouTube いいですよ、やるんだったらやっていいですよ、 YouTube をいきなりやらんとってほしいんですよ、僕は、これ僕の意見ですよ、あー、揉まれてからここに来てほしいんですよ、来るんやったら、なるほどね、なんで理由は全然成功せえへんし、これが当たり前やと思われたらもうクズやし、僕もよう言うでしょ、うん、もう集合時間1時間遅れるでしょ、 YouTuber ってアホやから、アホなんです全員クズしかいないんですよ基本ね、俺とヒカキン以外全員クズだから絶対ちゃう絶対ちゃうだから、はい、揉まれてて、自衛隊もそうなんですよ、僕ら自衛隊ストレートに入ってば言ってますけど、うん、まあ僕はね、普通に辞めましたよ、任期満了でね、うん、で全然普通にできた方でぶっちゃけやらしい話ね、うん、でも自衛隊で、ね、もうあるあるなんですけど、社会に出てから自衛隊に来たか、社会で失敗してきてるね、いわゆるはもう辞めないんですよ、なるほどね、社会がどんだけ厳しいか分かってるから、だから僕自衛隊めっちゃ楽やったってよく言うでしょ、自衛隊ってほんまに楽やね、俺はそういう考え方があったんですよ、こっちから来ましたけど、なるほどね、売れたら100回やれって言われてやってるだけでいいんですから、でもね、車ね1台売ってこいって言われたら売れないですよ、はいはい、だからほんまね、外の仕事ってどんだけ、あのお父さんとかお母さん、お母さんは分からんけど、お父さんとどんだけ、お母さん、そうかそうか、全然います、お母さんとお父さんがどんだけ大変で仕事をしてね増やしてるか、それほんまね、今反抗期のクソガキどもに聞いてほしい、いやほんまそうっすね、聞いてほしいぞ、この大変なんやでっていうのをほんまに見てほしいね、感謝っすよ、ほんまに朝起きて、俺感謝してへんけどそんなん言いながら親死んできましたけどね、朝起きてね、なんやかんや言うてね、だから親のほんまに言うにせなあかんで、親なんかは、うん、この間ちょうど墓参り行ってきましたね、あ、行ってたんすか、うん、嘘そんな嘘ですかということで、ね、本当に今回ちょっとね、あのこちらのあの会社さん、僕ちょっと受かったんですよ、受かったっていうか面接だけ、日本水道センター募集の枠も作りませんかって言って、どうせ動画にあるんやったらってことで、お願い聞いてもらって、はいはいはい、30名ぐらいやったらって言ってもらったから、ここピコンって今出ましたね、ここ全面も編集マンアホやから、ここ全部かぶって俺のイケメンなんかを全部かぶってやってるから、お前バーって出てるでしょ、絶対めちゃうぞ、はい、ここに電話して、はい、うん、朝8時から何やったっけな、夜の8時までやって、明日朝すぐ電話して、あのね、そうなんですよ、30名ぐらいだったらじゃあ枠設けてもいいですよ、面白いですよそれって言っていただいて、で今からそれ内容見せますから、はい、ということで今ほんまにもうガチガチやから、スーツやから、あ、ほんまですね、ほんまにガチガチやね、俺ほんまにガチガチやね、今日前髪行こうぜ、でも前髪切って準備満タンですね、で行きましょう行きましょう行きましょう、ほんまに行きましょう、もう行きます、もう行きます、ほんまに行こう、もうガチやから、あー、オッケーですね、よし、行くで、はい、ということで、来ましたけど、はい、いいですか、ほんまに来たけど、ちょっとこれ見て、ここ、こんな感じよ、水のトラブル、ちょっとこれで来まして、ね、俺が電話してんのに、50社かけて、はいはいはい、1社しか通らなかったから、まあそんなもんだよ、いや、まあ、リアルはな、リアルはそんなもんでしょ、そんなもんだよ、就職活動したでしょ、皆さんも、まあ、した一緒しかどうなんねんけど、まあね、まあ、そういうこともあるから、はいはい、とりあえず行きましょうよ、現地来ましたから、ちょっと見てよ、ここ面接ですよね、え、今日面接ですよね、面接、スーツちょっと本当に忘れて、マジ忘れて、ガチ忘れ、ガチガチなやつ、どうしよう、案件やのにまあ、行こうよ、やる気ないな、日本水道センター埼玉センター、見て、日本水道センター埼玉センターやから、はいはい、センター2個あんねん違う、そういう意味じゃないです、日本水道センター埼玉支店の、ここは埼玉支店ですよってことで、ああ、そこ OK、 失礼します、こんにちは、こんにちは、失礼します、すいません、面接のお電話させて、ラファエルです、ラファエルさんですね、よろしくお願いします、どうもこんにちは、よろしくお願いいたします、社長さんです、僕はこちらの責任者、一ノ瀬と申します。はい、よろしくお願いします。はい、よろしくお願いいたします。めちゃくちゃ怪しいねんけど。見た目怪しいですよね。いやいや、もう全然爽やかに乗ってますんで。あ、本当ですか。はい、よろしくお願いします。すいません、今日、はい、面接ちょっと僕久しぶりで、はい、とりあえず、いいですか、こんな格好で面接大丈夫ですか。まあ、中には、いや、あんまりないんですけど、どうぞ。はい、大丈夫です。一ノ瀬さんも怒ってるわ。そうだ、怒られるよ。怒ってるわ、大丈夫。久しぶりに面接だから、ほんまに。めっちゃ緊張してる。確かにね。めっちゃ緊張。一ノ瀬さん、だって見た目怖いし、ちょっと見た目怖いし、します。一ノ瀬さん
見た目怖いな。怖くないだろ。なんでだよ。大丈夫。大丈夫だ。ちなみにこんな感じですかね、皆さん。僕が今日面接するところ。水回りね。水回り。水回り。あ、僕もよく詰まるんだよね。お前さ、ちょっとほんまこれだけって、俺んちでトイレするのやめて。マジで。なんでだよ。マジで。人間だから。ちょ、いいさはいいけど。なんで。こいつ。人間だから。お前ヒカルさんトイレ長いねんって。あとヒカルさんな水道だ出しっぱなし。あれやめて。動画で俺直接言わねえから、ヒカルさんに面と向かって言われるから言うけど、出しっぱなしあの人いつもさ、あの人。お前もたまにあるからな。お前の場合ガチでミス。ヒカルさんの場合はもうそういう性格。あれ直るんだから、性格だから。これ、瓶内これ、ガスコンロもやられてるんですか？あ、そうですね。うちの方は水回りだけじゃなくて、給湯とかガス回りなんで。あ、はい。そうなんですね。全部やってるんですね。リンナイさんね。そうなんだ。え、ちなみに一番高いトイレってどんなんなんですか？そうですね。ここには基本リーズナブルというか、お求めやすい価格帯なんですけど、高いやつになると本当に50万、60万くらいのおトイレになる。すごい。僕たちのトイレあるんですか？ありますね。はい。そんなんあるんですか？はい。そうなんや。うちのトイレこんなんですよね。あ、ここ、本当にいいやつですね。個人的にめっちゃマジで気になってることあるんですけど、タンクレスのトイレの、その、匂いを消すやつあるじゃないですか。はいはいはい。あれはもう、スタンプしかないんですか？それはですね、そうですね、スタンプというか、匂い結構されるんですかね。あ、ごめんなさい。ちょっと、ごめんなさい。あのタンクなんですよ。そうなんです。流すと、はい、いい匂いでも色も違うじゃないですか。ああ、そうですね。入れるから。はい。タンクレスなんで、はい。対応できるやつがない。あれ、あ、気になれへん。いえ、スタンプしかない。スタンプしかないんですよ。スタンプ、ポキってやるよね。ああ、そうですね。匂いはしないで、匂いはしないんですよ、僕。匂いはしないんですよ。いや、ごめんなさい。すみません。全く僕、トイレ行かないんで。ああ、そうなんです、ね。設定上は。はい、お願いしますよ。はい、じゃあ、ないんですね、やっぱり。そういうあるある、これありますよ、みたいな。でも、あれしかないですよね。はい。めっちゃ個人的に気になってた、俺スタンプしかないんですね。じゃあそうですね、まあ、特別何か匂いをっていうのは、はあ、あ、そうなんです。今はウォシュレットの方から香りが出るタイプとかもありはするんですけれども、なるほど、すげえ。それは後付けできるんですか？後付けできます。後付けというか、この一体型の場合は後で上だけ変えるってのはできないんですよ。例えばこういうセパレートタイプ、タンク付きの方ですね。ああ、なるほどなるほど。だとそういった機能があるやつも中にはございます。トイレだけはどんだけいいマンションに住んでも、はい、トイレだけはクオリティ上がらないですよね、正直。ああ、そうなんですか。変わらないですよね。ただ勝手に入って座るだけじゃないですか。そうですね。トイレの話はあまり続けたくない感じです。メインは水道工事ですもんね。そうですね。基本的には、後でまた触れるんですけど、いろんなトラブルを解決するお仕事にはなるんですね。面接しましょう。よろしくお願いします。はい、じゃあよろしくお願いいたします。めっちゃ緊張する、めっちゃ緊張する。ガチの面接。はい、これあれですけど、その、はい、受かれば本当にそのやっていくっていう方向で。ああ、そうなんです。3人来てますから、代表して僕が今回僕が面接するんですけど、そうですね、一応就職するのは3人なんで、はい、はい、1人全然できないですけど、1人めっちゃできるんで。ああ、なるほど。はい、これこっちめっちゃできるんで、ね、そうなんですよ。お前聞かせてください。え、なんてまあまあ、新人がまだね育ってないの方ができるんですよ。新人がまだ育ってないんで、じゃあぜひよろしくお願いします。なんで。じゃあよろしくお願いします。はい、お願いします。まず何から僕はお答えすればいいんですか？はい、住所とか個人情報言えばいいですか？そうですね。じゃあまず簡単に、うちの会社がどんな会社なのかということなんですが、はい、なるほどですね。で、はい、日本水道センターという名前からも分かるように、はい、水回りのトラブルを解決する会社になりまして。ちょっと待って、はい、それってもしかして話長くなるやつ？いや、すごいすごいすごい。ショートバージョンで。ショートバージョンです、はい、お願いします、はい。まあ、例えば簡単に言うと、はい、キッチンの水漏れとか、なるほどっすね、水が止まらないとか、おトイレが詰まったとか、はい、そういった各家庭のですね、水回りの困ったを解決する会社です。あ、はい、基本それがメインなんですか？はい、そうです。さっきトイレとかも売ってるんですか？あ、もちろんです。中にはやっぱりおトイレを割られたりとかっていう方も中にはいらっしゃいますし。なんかあんまり水回りのトラブルって、はい、あんまり身近にはないっちゃないんですけど、はい、どういう。でも壊れましたよ。何が壊れた？タンク式やったんで、なんか止まらなくなって、水が。あ、そうなんですよ。安いところ住んでるからちゃう？まあそうでもないですけど。そやん、はい、トラブルある？まあまあまあ、それもしかしたらタンク付きのおトイレじゃないですか？タンクです、タンクです。あ、なるほど。タンク付きやとあるんですか？例えばタンク付きだと、はい、タンクの中に入れる芳香剤というか、はい、汚れを落とすような、入れますあれのトラブルは意外と多いんですよ。そうなんですか。臭いんちゃう？ちゃう。正直ね、これはどうでも言っちゃダメなんですけど、はい、僕個人的に水回りのトラブルってあん
まり、はい、あんまりないけど、実際どんなものなんですか。そうですね、当社で今お受けしてる案件だと、はい、大体月にトラブルで2000件から3000件ぐらい、まあ、もう関東だけですね。一番多いのは何なんですか。そのさっき言ってた、はい、タンクレス、はい、今タンクレスじゃないですか、はい、タンク付きのやつでそれで詰まるのが原因のパターンと、はい、まあ、あとはやっぱりお蛇口の水漏れで、圧倒的に多いのは詰まりですね、おトイレとかお台所とか、なるほどなるほど、そうですね、はい、それでもこれやったら改善できるってあるあるをここで言っちゃったらみんな改善しちゃいますもんね。いや、もちろんあの例えばうちの場合は初期対応とかあるじゃないですか。いや、どうしても即一回読めばいいですね。一旦初期対応で読んで個人的に聞く部分にはいいですもんね、はい、長くなって。そうですね、ですあとはおトイレとかの水がバーッと溢れちゃってて、はいはい、まあ、お電話とかいただくと初期対応で大体ご説明してますので、それでお待ちいただければお待ちいただいて。あれ本当なんですか。これ俺一回聞きたかったんですけど、これ絶対みんな聞きたいと思うんですけど、ちょっと俺2つぐらいあるんです聞きたいのは、はいはい、飛行機この間も僕ちょっとラスベガスの方にちょっと撮影に行ってたんですけど、ああそうなんですか。飛行機のトイレの便座が今は U の字なんです。ああ U 型、今写真出ると思うんですけど、はいはい、もともと O だったのが U に変わった理由が、はいはい、O の時に、はい、その気圧とかのなんか差かなんかでなんか流した時に、はい、なんか内臓とかが全部出ちゃったって。ああ、でも聞いたことある。それあるっしょ。ある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 。俺それ一回聞いたかったよ、ほんまに。ないですね。じゃあ今日便器と上の便座の間に隙間があるので、ほんまや、ほんまや、あれ嘘やろ、都市伝説。ほんまや、ミルクティーさんあれ嘘ですって。都市伝説有名な方がいるんですよ。はい、まあ、便座を下げ忘れててっていうのはあるかもしれないですけど。あー、やったらワンチャン。ワンチャンされるとないんすけど、えらい笑ってるんだけど。ワンチャンってな、都市伝説やね。いや、あと、はい、船は当たらないでるって知ってるんですけど、はいはいはい、飛行機も上からなんか粉末にして出してるっていう都市伝説聞いたことない。あー、聞いたことない。それも聞いたことない。マジ、あれなんですか。ないっすけど、思いますね。そうですね。俺それ一回聞きたかったんですよ。だからその二つが聞けたって結構ね、あるあるでしょ。はい、なるほど、都市伝説なんですね。あれ嘘なんですね。そうですね、だと思います。すみません、ちょっと脱線して、あのちょっと面接なんでちょっと真面目にいろいろ気になることは聞いていきたいんですけど、はい、給与面とかってどんな感じですかね。そうですね、うちの場合だと、はい、基本未経験の方でも大丈夫なんですけれども、はい、まずあの正式に正社員雇用した場合は、はい、組織30万円からのスタートになります。それとか。そうですね、まずは30万円からのスタートで。マジっすか。はい。本当に。マジですか。未経験でもないよ。あ、未経験でもない。お前もうやめたら。マジマジっすか。お前一応さんとか言ったろ、お前。いや、それなら行くよ、普通に。え、マジっすか。今のはちょっとやらせなしで、でかい金額。あ、これは本当ですね。僕台本見てなかったんで全然。あ、そうですか。台本にしか書いてますけど、僕台本見てないんで。で、それにあと諸手当、業務手当、それとは役職手当もつきまして、だいたい1年ぐらい勤務されると、平均4、50万ぐらい。マジ。え、マジですか。あ、本当です。あ、それは結構ガチ。あ、本当にそうですね。それはすごいな。マジ、何、それだって年収500万計算でしょ。その推移でいくとね。そうですね。推移で超えますね。え、500万マジ、まあ、中にはもっと頑張ってる方は、はい、まあ、まあ、いろいろあるんでしょうね。そのあれが成績みたいなのもあったりするんですか。そうですね、もちろんそのここに置いてあるような商材もそうですけれども。そうか、はい、それを何も取ってくれるかと。それもありますし。そうかそうか。あと技術が上がるとトラブルを解決するスピードが上がるので。そうかそうか。件数を多く回れるとか。ああ、そうか、はい、俺が同じ仕事を E さんとジャン君に振って、はい、E さんが3つ終わらすのに対してジャン君が1本やったら、それは同じやかもんな、給料。まあまあまあ、いや今のは例えやけど、例えやけど、それ分かるよな。まあ、内容にもよるけどね。いや同じ内容やいや。あ、そう。今の質問も言及やで。なんでだ。それは多いっすね。そうですね、はい、もうそこは、はい、それは今今日日だってどう、20万とかですか、手取りで。あったらいいでしょ。やばいね。18万ぐらいじゃない、手取りなんか最初、ね、普通ね。東京でもそんなもんですよ。25万あったら御の字でしょ、もう。いや、いけます。それは、はい、その休みとかどうなんですか。そうなってくると。確かに確かに。そうですね、ですよね、うん、正社員の場合だと、はい、一応お休みをうちが年中無休なんですよ。あ、水回りのトラブルっていうのがどうしても。なるほどなるほど。お正月お盆関係ないので。そうですね。ただしスタッフには月9日間お休みを取っていただいて、はい、9日。なるほど。週休2日プラス1。そうですね。あとプラスちょっと有給とかっていう形にはなるんですけれども。はい、いいですね。で、うちがその年中無休なのでシフトになってますから、うん、ご希望のシフトを出していただけるので。まあまあそこはね、新人やら何やらって言ったら働くとら仕方ないでしょ。まあ調整があります。ある程度勤務年数経ってくると本当にご希望のシフト、例えば月をまたいで5日間ずつ取って、長期連休取って海外旅行に行かれたりとか。
はい、そういったことも可能にはなります。マジですか。はい、一部さん見た目怪しいからさ、そんなクリーンな感じは思えなかった俺マジで。怪しくはない。絶対怪しいでしょ。絶対怪しいでしょ。絶対だって高級ブランド品売ってるとこリサイクルとこだね。あんた面接でしょ。何このこの足。黙れ。あ、そうなんですか。でもそれはほんまに冗談だけどなんかあれ文句の言いようがないですね。まあそうですね。ただやはりトラブルとかが多いのでちょっとなかなかその現場が終わるまでやっぱり帰れないっていうのはあると思うんですよ。一応デメリットみたいなものを聞いたからね、いい話だけじゃないですから、はい、まあ、そういうやっぱり時間が見えない時もある。そうですね、やっぱりトラブルが起きてる水漏れをしてる最中に定時なんで帰るということはやっぱりできない。まあそれはさすがにね、ですし、そういった意味合いでちょっとお時間がバランスが不規則になる場合とか、まあまあでもいい話ばっかりでやっぱ大変ですからね。そういうことですよね、うん、そうですね、やはりどうしても人様が触れたくないような場所を作業させて。そもそもそこか、まあね、そもそもそこか、大変な仕事、まあ、仕事自体ね、しっかりコメントしゃべらないといいさんちゃってるなんでな。そもそもそこですよ。そうですね、そもそもそこ、はい、業務内容でいうとじゃあどうなんですか、どういう感じなんですか。業務内容っていうのは、まあ、先ほども言ったように水回りのトラブルを解決するっていうのがメインなんですけれども、はい、そうですね、もう口で言ってもなかなか伝わらないと思うので、はいはい、もしラファさんがよろしければ、はい、ちょっと今日近くで水漏れの現場があるんですよ、ちょっと待ってください。その前にもうこの距離ラファさんになってるもう近くなってる俺一郎さんと。早いね。もうあれもう大丈夫じゃない俺もしかして。もうラファさんになってるけど何回か会ってるんじゃないこれもしかして癒着感じるけど大丈夫かな。大丈夫だよ。え、今日もあるんですか現場。近くにちょっと一軒ありますのでよろしかったらうちのスタッフとですね、それはちょっと取っていきたいですね。体験や体験。大丈夫そんな。それはいいです。あ、でも月 2,3,000 件でそれそうや、1日何件、うん、計算ですか。そうですね、一日やっぱり考えたらそれありますよね、どんどんありますよね。そうだよね、はい、喋ってる間にももうババッと座らしてるぞ俺は。そういうことです。あ、じゃあ早速いいですか。そうですね、お願いします。はい、ぜひ体験されてみてください。お願いします、はい、よろしくお願いします。行きます、行きます、行きます。はい、じゃあひらくんお願いします。あ、じゃあもうお前もういいからなんどういうこと。いやいや、今から現場行くから、今から遊びじゃないから。あ、え、うん、現場行くから。俺も仕事で行くよ。違う、お前も遊びやから。お前はなんで、お前遊びやから。やっとった方がいいんじゃないですか。あ、逆に一緒にやっといてもらいましょう。こいつつまらせろや。つまんねえ。じゃあ行きましょう。行ってきます。はい、行きましょう。はい、ということでこちらですか。はい、大丈夫ですか。す、ね、もう不法侵入してますけど大丈夫ですか。大丈夫です。一応レジャーの方は入れてますので。レジャー入れてるんですね。はい、逮捕されたんですよ僕。それはその時はもしかしたら。はい、いいですか。ちょっとあんまり大きな声出せないですけど。そうですね、結構立派なご自宅ですね。へえ、あるあるなんですね。古いからなるってわけじゃないですね。そうですね、今回のお客様は物を落としちゃって、はい、ちょっと蛇口を壊しちゃったってお客様になるので。なるほどね。それの蛇口を交換してほしいということで初めからね。そういうことですね。じゃあ早速行きましょうか。よろしくお願いします。大丈夫ですか。お待たせしました。こんにちは。こんにちは。よろしくお願いします。隣の晩ご飯です。よろしくお願いします。よろしくお願いします。はい、あ、こちらなんですけど。あ、こちらですね。はい、すいません。よろしいですか。はい。ふざけてあかんです。ダメだね。真面目。もう仕事ですからね。仕事って真面目。皆さん仕事ですよ。こちら持ってですね。これ物を落としてね、曲げちゃったんですけど。はい。これを直していただきたいんですけど。あ、わかりました。あ、曲がってる。はい、一応二口のということで今度ご希望ということで聞いてますので、はい、じゃあそちらの方で対応してまいりますので、はい、よろしくお願いいたします。はい、はい、お願いします。じゃあお任せください。ランくんこれちょっと見て。すごい見とるちょっと。あ、よかった。ドーンってぶつけた感じですね。よくあるわ、よくある。まあ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 。変えたいんですけれども。これを変えるのを、じゃあもうやりましょうか。どんな感じで。このまままず止め外しちゃうと水吹き出してきちゃうので。そうですね。はい。まずやることは水道の元栓止めます。なるほど。オッケー。はい。オッケー。はい。元栓止めましょう。これこちら。こっちですね。こっちじゃないね。これ。そうなんだ。はい。これだ。この中で。はいはいはい。はい、ガチやもんなこれ。どこを触ればいいんですか。このレバーですね。このレバーを。はい。はい。止めますと。そんなんで止まるんや。意外と簡単ですこれは。一瞬っすね。でもこれをやらないと吹き出してきちゃいますので。そうですね、これは蓋、はい、ごめんなさい興味本位で、これ蓋何なんですか。これが水道メーターですね。ああ。はい、今度は蛇口を取り外しする作業。取り外し、はい。水が止まってるかどうかっていうのをちゃんと確認。あ、ほんまや止まってるわ。見て。はい、ほんまやほんまや。ちょっと残り水が出るんですけど。なるほどなるほどなるほど。でももうこれだけですもんね、あとは。そうです。一回出し切るんですね。なるほどね。いいですねここ。
あ、止まりましたね。止まりましたね。はい。これで？これで、はい、あ、もうそんな感じなんですね。ちょっとじゃあ僕やります。はい。まあ半時計回しに回していただければ、もうそれだけで。あ、もうそれだけなんですね。はい、あ、じゃあラファさんお願いします。いいですか？いいですか？そうなの。これだけ。あ、もうこれだけや。もうすげえすげえ。めっちゃ簡単やん。これを一日に何件もこなすんですね。まあこんな感じのことを。そうですね。まあ内容はちょっと違いますけれども、はいはいはい、まあ基本となるところだけ。ああ、もう決まった。早っ。早っ。はい。すげえ、誰でもできるんだ。早っ。ね、こういうのはいけるよね。これ以外にどんなのがあるんですか？例えば一番難易度高いの何なんですか？難易度の高いのですと、あ、トイレ詰まりもあるでしょ、まあ、あとはトイレ詰まり、はい、まあ、トイレで下水で詰まってしまったとか、そういうのは取り除くのに時間がかかったりとか、高さをカメラで入れてとかですか？そうですね。だと、まあ、今蛇口だけの取り替えにはなってるんですけど、はいはい、柱折っちゃったとかになると、やっぱり今度は掘り返してから水道管結び直したりしなきゃいけなくなってくるので、そっからっすよね。そんなんもう1日でしょ。まあ場合によっても全然1日もかからないでできることもあります。掘り返して、そうですね。ここだったら土なので全然多分 やれば2時間ぐらいで終わっちゃう。そういうのもありますということで。なるほどね。簡単なことばっかり紹介しても仕方ないじゃないですか。やっぱり難しいこともありますよということで。これじゃあ、交換する蛇口が、交換する蛇口が、そうですね、こちら今物の方はご用意してますので。あ、昔のご要望で、はい、今回口を二口に分けてほしいっていうことだったんで、前もって、ね、もう物の方は発注かけといたんですけれども、これなんか意味があるんですか？あ、そうか、ホースしながらなんかしながら、なるほど、別のところをつなげたいとか、これ初めて見た。こっちも洗い物しながらとかできますよね。でこの水道管の連結部分でこういうテープ材を使ってるんですが、はい、これを巻くんですね。そうです。わかりました。巻いていきます。なるほどなるほど、はい、やれる、ね、やれるでしょ、はい、なんかやろうとしてますけど。7周でしょ。7周だいたい7周ぐらいなんですよ。これが今度向きが反対になるんですね。はい、はい、こうですね。こっち向くですね。 OK です OK です OK です。こっちに返した方がいいと思いますね。おかしいな。左利きか右利きの問題でしょ今の。絶対そうやで。こうですね。そうですね。ああ、なるほどなるほど、わかりました。これあれですか？確かに確かに。これは、はい、接着剤になるってことですか？そうです。これで水道管との溝を埋めて、はい、水漏れをしなくなる。どのやきつめにいきます？ガンガン、はい、もうガンガンで大丈夫です。ガンガンいくと切れちゃうので、切れない程度ですよね。はい、絶妙なバランスいるわこれ。あ、これこの指がいいんですよ。指を間に入れると巻きやすくなるんですよね。はい、もう何でもできちゃうんですよ。見て、教える前ができねえから。誰でもできる。お前はできへんって。お前はこういうのができへんから。今回収集来てねえから、ここに。わかるよお前。できるだろ。ちょうどもう来ましたかね。いいですね。うん、ピッて、そろそろうらー、オッケーです。最後見た。全然スルーでもう一回使ってやるようなところ。なんでだよ。いいですね。そうですね。それで引き締まりました。それを邪魔に入れ込んで、だいたい4周回せば OK ですね。あ、そうなんですね。はい。あ、ここからきつなってくるわ。すごい NHK みたいやん。お前俺がやってる NHK やで今日。金欲しいわ NHK から。どうすればいいんですか？これ反対に回しちゃうと水が漏れちゃうんで。そうです、ね、ここで止めたわけですよ。なるほど、はい、はあ、はい、まだ行くんですけど、こんなもんなんですね。そうですね、まだ行けるんですけれども、ある程度で後であれが接着になるんですね、ま、斜めになっちゃったりとかしちゃうので、そう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 、斜め曲がらなくなっちゃうことになるので、あとはこれを回す。あ、もう目いっぱいですね。あ、そうなんですか、うん、もう大丈夫ですよ。でもそうなんですか、めっちゃ簡単やね。これで終わりです。じゃあこっちのスイッチ入れましょうよ。はい、ガス管どれやったっけ。おい、やめとけ。ガス管じゃない。やめとけやめとけ。これですね。そうですね、それを開けていただきまして。オッケー。ちょっとお前さ、ここにさ、膝置いとってよ。ここに。え、どこ。ここに膝置いとって。なんで今が水道管やるから、うん、緩めてるからボーン飛んでくるから。なんで。膝ドーンって。なんで。膝置いとってよ。やめないよ。これでひねっていいですか。そうですね、ひねってみてください。もうこれで。うわ、ほんま、おー、すごいじゃん。ダブル。治った、すげえ。はい。ダブルや。うわー、治った。おい、ちょっとお前さ、お前ちょっとここに目ん玉さ、これ、プール入る前に、プール入る前に、お前これちょっとやってや。プール入る前に、今やらないだろ。ダンクの目ん玉、プール入る前に。これをおじいちゃん喜ぶぞ。喜ぶ。これは俺マジでな、動画でな、ほんまに人に喜ばれることやったの初めてじゃん、動画で。確かに、ね。冗談抜きで。貢献したわ。今までないことない、こんなこと。ないね。うわ、初めて俺、ちょっと。いいね。簡単にできましたね。簡単に人にいいことできんねんから。はい、これで喜ばれるっていいね。あ、もうこれで本当に終わりです。これでもう終わりになります。あとはもう確認していただいての終了になります。あ、じゃあ、はい、おじいちゃん呼びに行きましょう。はい、じゃあおじいちゃん。すいません、終わりましたので。あ、終わりました。一応じゃあちょっと確認の方だけして、はい、はい、確認だけお願いします。おじいちゃん、僕と同じスウェットですね。あ、おそろですね。おそろです。何もないね、今面白い。いいんだ、ナイスコミュニケーション。言葉の確認しましたし、はい、ありがとうございます、はい、
綺麗ですね。ありがとうございます。これまで終わりました。これで終わりになります。はい、ありがとうございました。ありがとうございました。ありがとうございました。これやっちゃダメなことってあるんですか？ちなみにやっちゃいけないことってなると、はい、やはりその宅内での仕事も思いますので、特に先ほど言いましたが水の元栓を止めないで外しちゃったってなると大惨事になっちゃいますので、これがましてマンションだっていう話になると、それもうゾッとするわ。俺嫌、はい、俺嫌、はい、やばいっすよ、ね。まあ、本当でも確認をしっかり取っていただければ、まあ、1個ずつちゃんとやればね、誰でもね、はい、もちろん、あの研修もしっかり行えますので。なるほどね。でもラクさん手が器用じゃないですか。僕はね、研修はいらないんですよ。いるやん。僕は研修はいらないタイプなんですよ。僕だいたいスノーボードとかもそうなんですけど、スノーボードでもね、人が走ってる見るじゃないですか。あ、なるほどねって言って僕もハーフパイプ入っちゃうんで、はい、そういう、あ、ごめんなさい。戻りましょう、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 戻りましょう。ありがとうございます。はい、で帰ってきましたよ。いやー、お疲れ様です。疲れましたね。はい。でも、でも器用で。本当ですか、うん、僕器用って言われるんですよね。どうですか、女の子によく手が器用って言われるんですよ。思ったよりか、簡単だったんですけど。ありがとうございます。お疲れ様でした。今のお疲れ様でした。はい、ありがとうございました。ありがとうございました。いや、はい、結構な体験で。あ、そうですか。すごい手が器用って言っていただいて。へ、はい、本当に何でもできるような感じ。本当に実際体験されてみて、思ったよりはって形ですか。なんか、まあ、そもそもあの作業自体は、はい、まあ、別に嫌な作業じゃないじゃないですか。はい、あそこ自体もすぐ終わったんで、はい、まあ、多分他にもいろいろ作業あるんですよね。そうですね。ぜひね、でも本当、あの器用さを見ますと、もう採用したいなという。まず考えてみる。でも特殊な技術がいるんですか。あのですね、うちは本当に特殊な技術はいらないんですよ。諸先輩方がしっかりサポートして教えますので、必要な免許っていうのはあの普通車免許だけ、あのやっぱり移動が車になりますので。なるほどなるほど、普通免許ですね。そうですね。ただオートマ限定でも大丈夫です。全部オートマ車なので。でもいいんですか。はい、大丈夫です。それだけあったら普通に面接さえして OK であればはいいけるんですか。はい、もうそれは採用させていただきます。これ今回今埼玉ですけど、はい、募集はどこでやってるんですか。今回はですね、1都3県、東京、神奈川、千葉、埼玉県で、はい、一応30名様。30名、はい、30名だけ、はい、そんなもう一瞬終わりますよ。今出た電話のところに。あ、そうですね、まずフリーダイヤルの方にご連絡いただきませば、はい、ご連絡いただきましたら、はい、ご連絡いただければですね、で、あの そこであの求人について必要な情報であったりとか、あのそこでお電話に対応させていただきますし、24時間一応ですね、お電話は、はい、朝の8時から、はい、夜の8時まででお願いいたします。平日ですか。ということは、あの年中向けで、はい、この動画が8時に配信してるから、もう明日の朝すぐ、朝からすぐで、社員の方たち多分朝対応ボケーとしてるから10時ぐらいから電話鳴らして10時こっち側もボケーとしてるんで、こっち側も大体8割ボケーとしてるやつなんで、はい、10時。そうですか、はい、じゃあ明日からですね、8時から動画出してるんで。あ、そうですか。もうぜひあのご興味のある方はお気軽にお電話をいただければ。はい、それちなみになんですけど、今日って、まあ、こんな座組ですぐに採用みたいな、まあ、実際僕実技もさせてもらったんであれなんですけど、はいはい、実際はどこまでやってその可否をもらえるんですか。こっち側面接しました、はい、基本的には面接させていただいて、そこでまあ3日ぐらいはちょっとうちも、ね、そうですね、ありますけど、もう第一次面接で大体終わりです。技術テストもありませんし、ただあのやっぱり全部さんのもうあれ能力で見て、ただあの一つあるとすれば、はい、やはりあのお客様からやっぱり喜ばれるお仕事ですし、はい、家の中に上がるお仕事ですので、はい、あのちょっと一般常識がある方で、あのサービス精神があふれる方ですね、はい、はもう茶髪のやつとか電話してくんなよ、マジでピアス開けて面接来んなよ、絶対俺これネタでやってるけど、絶対にスーツ着てや、ほんま履歴書と書いてきてや、ちゃんとやる気があるし、ペン貸してもらっていいですか。絶対あかんで、ほんま恥かかんといてよ俺に。うわー、はい、多分すごいことになると思いますよ。ありがとうございます。興味のある方は、うん、ご連絡いただければ、はい、あ、じゃあそれはもうたまに僕も働きにしますんで採用でいいんですよね。じゃあ僕ら、じゃあもう3人とも本当に仕事ができるということであれば、はい、本当にいいですか。はい、もうぜひガチガチで、はい、じゃあ今後何かあったら関わっていくってことでもいいですか。大丈夫です、はい、いや大丈夫です大丈夫です、関わっていくってことでいいですか。はい、もちろんです。何かあるたびに僕ら、はい、分かりました。最終的に僕らが面接するようなことがあっても おかしくないですか。あ、もうぜひ大丈夫こいつチラってる本当ですか。あ、本当です。あ、じゃあ今日はい、どうもありがとうございました。ありがとうございました。はい、よろしくお願いします。ありがとうございます。いやー、よかったね。いやー、いいじゃないですか。どう、イーさんな、車の免許持ってへんから、これ言ってへんからだけど、だから、まあ、イーさんはもう今回無理やんか。うん、無理やんか、うん、そうか。で、今回持ってないの。持ってないから、それイーさん無理やん、だから今回だからで、俺も今回はちょっと違うなと思って。は
何じゃあ俺も今回違うなと思って合格もらったよ。いやねんけど、そうやねんけど、そうやねんけど、ちょっと違うなと思ってて、その分かれへん、このくだり分かれへん。いや、分かれ、え分からん、どういうこと、どういうこと、気づかへん、兄さんこれ言う、もう言う、言ってもいいんですか、もう多分言った方がいい、もうこんなに時間かけてやって、俺気づいてくれるから思ってたけど、今日ずっとまだ気づかへんの。ちょっと遠回しにやってきましたけどね。遠回し、あの、これもうお前、ジャン君を、ジャン君をやめてもらうための口実やから。なんで、違う違う、ほんまにほんまに、お前ここに捨てに来てん、日本水道センターに、お前今日ここに捨てに来てん、ほんまに。これほんまのやつっす。これほんまのやつやっていう話だね。うん、お前捨てに来てん、ここ。じゃあほんまにほんまに、いい、言わせんな、最後ぐらい。どういうこと、どういうこと。じゃあもうやめてほしいけど、やめさす口実なかったから。優しさっすよ、うん、お前だけ受かって、俺ら受からんかったっていう風にしようかな、優しさやで、お前だけやねん、もう初めからお前だけ就職するって風になってたから。お前らクズやな。こんなもんお前これ置くなよ、お前これベガスのこれ合成写真ひっといな、これひっとい合成写真、ハイアンドローっていう、あれやあれや、観覧車や、ひっとい合成写真やで、これ飾ってあるんですよ、ここに。これいくら、これで、これでいくらしたっけ、3000円ぐらい取れへんか、結構取れましたよ、ただつーわ、欲しい人あげるんだよ、ほんまに。その辺、六本木人の辺、音、これ投げとくわ、その辺、道端にな、器物はそうかもしれません、道端にこんなもん掘ったら飾っておきましょう。はい、と、はい、いうことで、今からほんまに行ってくる、ちょっとほんまに社会勉強していこう。いろんなものを発信する、ガジェット系っているじゃないですか。はい、ガジェット系がいるんだったら、こういう、何系って言うんですかね、これは。いやー、何ですか、あってもいいんじゃないですか。探してる人からしてめちゃめちゃファイなんですよ。で、あとね、僕のこれサブチャンネルの紹介になっちゃったあれなんですけど、サブチャンネル最近多分やってると思うんですけど、はい、ハイクラスとアッパー層のサラリーマンの方たちに向けて、うんうん、僕あのね、そのコスメ、旅行用のコスメとかスーツとかいろいろ紹介していってるはずなんで、あれよかったら見てくださいね。あーってまだやってんのバレるやん、やろうとしてる段階やってバレるやんから、ちゃんとしてやん。はい、兄さん帰ろ。おい、送る言葉で言ってくれんだ。思い出が何もないで、お前との思い出が何もないから、当たるだろ、うん、あの時一緒にご飯食っただろ、コンビニの。ほんまにほんまにほんまに、だから思い出がないですから。ほんまに思い出がないですから、送る言葉がないんですよ。それは申し訳ない、ほんまに。ほんまに、じゃあ送別会とかないで、歓迎会もないしな、お前なんかは。なんでだよ、歓迎してへんから。歓迎会確かになかったよ。ほんまに、お前歓迎しろよ。お前4つ寄せんだよ、お前今日から。いいけど、別に。